リチャードローのコンカーテレビはい、リチャードローのコンカーテレビ始まりました。11回目です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう、なんていうか、気持ちも新たにね、10回を超えて。これからですよね、11回からまた続いて。はい、そんな感じでお届けしておりますのは、いつも通りのリチャードロー、ボーカル、はい、島山とギターの安井です、はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて、リチャードローでございますけれどもですね、はい、9月のライブ告知を、お、早速ですか。はい。はい、いきなりしていきたいと。こうなんか8月のあった出来事の話とかするんかなと思ったら、いきなり。8月の思い出。あ、いい、また後で後で。はい。はい、じゃあ、9月。9月の23日。はい。心斎橋、ソシオさん。ソシオさんで。はい。出番がですね、18時30分、6時半からになりますね。あの、はい、イベントの一番最初、トップバッターで、はい、トップバッターで出させていただきます。はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そして、マナル、はい、すぐ後なんですけど、9月の26日。26日、はい。梅田のアムホール。いつもお世話になってます。お世話になってます。こちらの方でもライブをさせていただきます。珍しく平日の、珍しく平日のライブですけども、はい、あの、実は、テアトロン音楽祭という、はいはい、あの全国的な、どう言ったらいいのかな、まあ、分かりやすく言ったらバンド大会みたいな感じですね、はい、の、あの、まあ、ことで、ね、四国のとか香川県、香川県ですの、まあ、言ってしまえばこう町おこしみたいな、そういうイベントになってるんですけども、まあ、その全国大会みたいなやつの、大阪予選というやつで、はい、アムホールで4日間行われてるんですね。そのうちの、1日です、はい、26、25その1週間前、18、17かな、そうですね、18、19かな、なんかそれぐらい、くらいが最後の日になるんですね。そうそう、あの、はい、4日間のうちの最後の日にあのアンモールさんの頃から、はい、お誘いいただきまして、はい、まあ、せっかくだからやろうじゃないかと、はい、やっちゃいなよと言われてないですけどね、はい、でそうなんです、だから、はい、あの見てたらね、すごい素敵なバンドさんとかともまた一緒に、はい、ライブをできるということで、まあ、ぜひぜひあの、はい、応援に来ていただけたら嬉しい。ありがとうございます。こちらの出番が6時40分、これもまたこのイベントのトップバッターとなっております。おすごいね、トップバッターがもう2日連続、2日というかその2回連続で、はいはい、もう初っ端からこう盛り上げなければいけないというポジションになるので、そうですね、ただまあ先方タイプですので、うちはもう元気よく頑張って、はい、どちらかというとね、あの、温めます、行きます、ね、あ、そうですね、頑張りましょう、気合と根性で頑張っていきたいと思います。よかったらですね、はい、9月の、そのお時間いただけたらありがたいと思います、はい、遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、それではですね、9月でございますが、はい、8月の思い出なんかじゃあ、だってさ、オリンピックも終わったし、甲子園だってあったじゃないですか。終わったな。どうよ、何もなしか何もなしみたいなんで。結構知ってるやん、これ8月どういう生活してるかってなんとなくご存知。でもほら、もう、まあ、甲子園はまあ毎年のことは、他のことで言ったら甲子園球児とかそのファンの方々に怒られますけども、はあ、あの、まあいつも通りじゃないですか、うん、あの毎年やってるから、はい、でもオリンピックってさ、やっぱ、まあ、4年に1回です、ね、でしょ、はい、こうなんかこれ暑かったみたいなやつは特にならないし、特になし。ああ、でもね、あの、金メダルとか銀メダルも確かにすごいなと思ったんですけど、うん、あの、アニマルさんとこの娘さんと1回戦で負けてしまったじゃないですか、はい、あれがちょっとね、うるっときちゃいましたね。あー、親父さん熱いですからね。あーってなんかこう、ね、多分あれも、あの、さっきも言ってた、ごめんなさい、あの、甲子園もそうですけど、はい、やっぱこう、スポーツ、まあスポーツに限らずなんでしょうけどね、本当は、うん、あの、人がね、すごく一生懸命にこう打ち込んでる姿を、応援して、ね、見ていくので、すごくこっちもなんか感動しますもんね。前あなた言ったかもしれない、あの、テレビつけた瞬間甲子園やってる。ああ、はい、私はあんまり別に自分、まあ、もちろん自分県岡山県 の、 あの、うん、チームで、まあ、頑張ってほしいなと思うんですけど、はい、それだと今回は優勝しましたね。遠いですね、はい、あの、最初負けてる方を応援する。ああ、別にどこである、なんとなくこう、例えば4対2とかだったら、うん、あの、ちょっと4対4とか5頑張れよみたいな感じ、ひっくり返ってほしいっていうか荒れてほしいとかじゃなくて、あの、ちょっとね、こう、このまま行ってしまうなんて、彼らにとってはこの1回しかないじゃないですか。さらに健闘を祈るみたいな。そうです、そうです、そうです。だからそうやって見ちゃうとね、あの、なんか途中で見れなくなっちゃうこともしばしばでございましてですね、まあそんなことはどうでもよくはないけどそんな夏でした、はい、あとはもうずっと、はい、です頑張ってました、いろいろと
はい、わかりました。じゃあ、はい、トークテーマいきましょうか。トークテーマでございます。でですね、まあ、夏ももう9月なので、まあ、終わってはいない、うん、暑い日は続くんですけど、ね、怪談話をするのもどうかなと思いまして、うん、怖いですね。怖いですね。怖いですし、まあ、その綺麗にまとめられるかが難しいこと。長くなりそうです。長くなるし、なんかどっちかが喋ってずっとこうやって聞いてるような感じもしますので、うんうんうん、まあ、今でもいいですけど、まあ、幼かった頃ですね、誰かがこう見ても全然怖くないものが自分にとっては妙に怖かった、うん、恐怖体験ですね。恐怖体験、自分なりの恐怖体験。そうですそうですそうです、はい、ちっちゃい頃もなんかようわからないけど泣きわめいたとか、ああいろいろ、そうですそうです、今では絶対考えられないものに対するとかっていう、うん、そういう話をちょっとですね、怖いって言ったら変ですけれども、はい、してみようかなと思ったわけでございますけどね、はい、まだまだ暑いですから。ただね、最近じゃあ共感できる人はこう寒くなるわけですね。おお、しないと思う多分しないと思うよ。ただね、最近弱点の話をしたんで、それちょっと引き続きの方からになると思うけど、弱点がほとんどない安井さんにね、この話を振るのって、あ、そうか、まあ、どんなものがあるのかなって聞いてみたいな。怖かった話です。そうです。幼少期、俺も結構チキン野郎だったから電気を回り、だからそれあれでしょ、だから例えばですけど交通事故に遭いそうになって怖かったとかっていう話じゃなくてでしょ。あ、もうそれでもないです。心霊体験に近いようなものってこと。近いものでもいいし、なんか意味のないものが怖かった。あのね、まあ言うていいんですか、じゃあ僕のターンからでいいんですか。おう、たまにはなんか席も今日変えましたし、そうです。あ、言ってもうた、こっそりやりたかった。あ、なるほど、ありがとうございます。実はいつもとなんか違うやんみたいな、それがこう入れ替わってた。あ、カットしておきましょうか。あ、そう何だっけ。そうだ、怖い話ね、はい、子供の頃ですけど、だからさっき言ったように、はい、夢を、寝てる時の夢ね、はいはいはい、で、夢で見てたので、カッパが出てきたんですよ、夢の中で。自分の中で作り上げたカッパですかね。カッパって想像できますよね、頭下げてて、コーラスで打てて、こんな立ってるカッパ、こう水かきがあって、うん、緑色のっていう感じで、よく昔の、何て言うてんの、歴史書とかに残ってる、歴史書じゃないか、とかの残ってる、リアルなカッパおるじゃないですか。やたらリアルです。なんかもう見るからに怖いカッパ、じゃなくって、可愛いカッパおるじゃないですか。なんかキャラクターとかになってそうなカッパが出てきたんですね、夢の中で。でもそいつがめっちゃ怖いんですよ。何をしでかしてきたんですか、ちゃんと。いや、じゃあ、ただ追いかけてくるの。ふわっと。カッパが。もう、カッパだって言ったらそのリアルな方を思い浮かべてしまう人だから、はい、言い換えるとカッパの着ぐるみが追いかけてくる。可愛いんですよ、本当は。結構でかいですね。でかい、はい、キャラクターになってそうな、可愛い雰囲気のカッパがものすごい形相で追いかけてくるんですよ。緑色 で俺もう怖くて逃げまくるんですね。いくつぐらい、小学1年か2年かぐらいですね。ほうほう。それがものすごい怖くて、はい、目が覚めてもその恐怖が残ってるわけですね。うわ、怖かったと思って。で、当時ね、僕、絵を描くの得意だったんですよ、お絵描きが。で、カッパの絵をよく描いたんですよ、はいはい。で、小学校 の授業で図画工作ってあったじゃないですか、はいはい。あれでなんかメッセージボードみたいなやつを作る時間があって、はいはいはい、デザイン自由だったんですよ、はい。僕、カッパの作ったんですよ、はい。そうなんですよ。残念けど、だからカッパっていうものは自分の中でお気に入りキャラだったのに、うん、その夢を見てから、はい、カッパがすごく怖くなって子供の頃で。ちなみにその自分が描いてたカッパに近いものなんですか。いやいや、もう見るからにもう、いや、遊園地とかに降りそうな、ああ、出来上がったデパートの屋上とかに降りそうなキャラクター的なカッパなんですよ。すごい行政をかけて、ものすごい怖い顔して俺のこと追いかけてくるんですね。それ何なんですか。めっちゃ足速いんですよ、あいつこうですか。おうおう、スライド系ものすごい速いんですけど、もう僕もだから火事場の掃除からみたいな感じで、ものすごい速く走ってるんですよ、僕も。カッパが追いかけていくとかっていうのしか今は覚えてないですけど、それがすごく怖くて。ちなみに結構大引きました、カッパ。いやー、だって2日連続で見ましたもん。2日目も出てくるんですよ、カッパが。同じシチュエーションの回なんですか。だから今でも忘れられないんですよ、衝撃的で。なるほどなるほどなるほど。2日も出るかと思って。ダメですもんね。もうトラウマですね。今でしたね。今はないと思うけど、結構小学校の高学年ぐらいは苦手だったんです。そうなの。うん、そんなことない。その時だけですね。あ、その時だけクワッとくる。その怖さが何日かして引いて、もう何でもなくなる。あ、笑って
言えるようになります。でまたカッパ描く日々が、うん、そうそうそうおーあれカッパなんですね。ちなみにですね、あの私なんですけれども、はい、あの全身黒ずくみがすごい怖くて、おでこれも幼少期もう小学校入る前ぐらいだったんですけど、あの屋上とかで仮面ライダーショーとかするわけですよ。はいはい、だから仮面ライダー VS、まあ、ショッカーがいるわけでございますけど、うんうん、ショッカーの人って基本的に黒じゃないですか。そうですね。だから黒のお兄さん、まあ今で言うたらお兄さんたちでしょうけど、うん、がまああのちょっと偉そうな人に子供たちをさらってこう、ああありますね、来るんじゃねえよこのヒーローショーみたいなやつ、ね、キャーキャー来るわけじゃないですか、はい、でまあ怖いじゃないですか、ね、黒いで黒いのは基本的にこう何かしら怖いものを、うん、我々の方に与えてくるというですね、はいはい、多分そういうものが蓄積されてたらね、黒いですよ、うん、で人間の体ですよ、はい、とあるデパートのところで、本当にちっちゃいデパートなんですけども、マネキンがありますよね、うん、で今みたいにマネキンってこう人間の顔がある程度整ってる時代なんで、本当に黒い、ああ、わかったわかった、あの形だけの、そうです、はい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 、形だけで服着てたら別に怖くないんですけど、うん、服売れたんでしょうね、全部戦った全部がコーンと黒がいると、もうよう覚えてるんですよこれも、ショーウィンドウがあって、うん、店内ここの通り道のここを通りたくないから、うん、親に行きたくない、うん、でもなんであんたは行きたくない、そうですよ、ここの黒い物体人間の体のこうやってる今でいたらファーってうわー、歯が服着せろやってなるんだけどああなるほどね、そう黒いっていうものです、それだからさっき言ったショッカーのせいなんですか、多分ね、あそのさっきに屋上でそれを見に行って、だからもうヒーローに倒されるこうプロセスの手前でも限界超えてるんですよね、うん、結局安心しても怖いんですよ、だから黒い物体のお兄さんたちっていうか、まあ、お兄さんじゃないですかマネキン、うん、男の男の男は何かしら僕に害を、はいはい、なすというもう動かなかったとしても、そうそうそう、動かなかったとしても自分が通った時だけかって言っちゃうかっていうずっとイメージがあって、ね、それがすごい苦手だったし、 あと日本人形はダメだったり、あそれ多いですよね、なんかどうしても階段の方が入ってくるんでしょ、それどうしても髪の毛が伸びてたりそうそうそう、それがその小学校の時に兄が、まあ、5つぐらい上なんですけど、うん、家の中であの兄の友達がずらっと並んでたらいい、遊びに来たんですよ、うん、で昼間に会ったあなたの知らない世界、あのちょっと怖い話をする、うん、で私そういうの嫌いになって見たくないじゃないですか、でその部屋にいた時にちょっと昼間に来いと、で兄の友達だけこう襲われて、で目をこう開けられて、うん、いやいやその時に見てたのが日本人形、それこそ髪の毛いまだに日本人形それダメですよ、あ今でも怖いですか、今でも苦手です、あじゃあ今度ね、あの来年の誕生日プレゼントが決まったな、ガキ立ちながら今でも苦手ですよ、なんか無駄な表情がどうしてもダメですね、あでも日本の人形って独特ですもんね、独特です、はい、あれじゃないですか、ひな祭りとかでもそうですけど、うん、あの日本の人形、日本人形ってそれだからごめんなさい、そのままでしたけどなんか違いますもんね、海外の人形とかと、そうそう、海外の人形よりもどっちかツヤっぽいです、ツヤっぽい、色気があるんですよ、うんうんうん、そう、うんうん、分かる分かる、色気があるで分かる、色気があるんですよ、そう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 、で色気がある分、うんうん、こうもういいや、だから人間味が出てるんですよね、そうそうそう、すごく分かります、おるもんこういう人っていうか、うん、あるよね、こう髪切ったらこういう子おるもんっていう顔の人がいるんですよ、だからリアルなんですよ、リアルなんですよ、すごく外国の人形なんかちょっと地方じゃないや、国によって違うけど、それこそキャラっぽくなってます、ね、そうそう、カラーもなんか独特だし、わかるわかる、その地に根付いたものなんですけど、まあ明らかに日本人、そうやね、確かにね、怖いかもしれないね、そうやたらクオリティ高いんですよね、うん、リアルにクオリティが高いですよね、髪の作りも着物もそうだし、それから体の頭身もそうであれば、本当にさっき言ったように俺もこういう子ってなるね、そっかそっかそっか、日本人、まあ、怖いと言われたら怖いかな、え、でも日本人形ポンと置いてある部屋に一人寝なさいって寝れるタイプでしょ、うん、別に気にしないかもしれないで、実際にまあさっき言ったように髪が伸びた人形ですって言われたやつをポンと置かれたら無理やけど、あ無理やね、なんか弱くつきって言われたらいいよね、
でもまあ製造工程でも新品で綺麗に作ったばっかりです。向き変えてんのに朝起きたらこっち向いてる。超怖くない？そんなん。そうってなる。俺向き変わんなくても。向き変わんなくてもその時点で怖いです。わかる。すごくわかるよ。でも僕のカップはちょっと分かってもらえない話でしたね。ちょっと分かってもらえる話を出したかったけど、そろそろ時間があれなんで。あ、はいはい。あ、ちょっと悔しいな。でその当時のあなたにカップは置いとったらダメですよ。ダメだったんですよね。結局、そういうことです。それはちょっと。多分、おかんの布団の中に潜ってたと。ああ、逃げ場所そこしかないですからね。幼少期は。兄貴はあかんわ、おかんやわ、みたいな。やつは使えへん。やつは使えへん。おかんじゃないとあかんってなると思いますけどね。母親は偉大ということで、まあ、でも皆さんもあるでしょ、なんか怖かったものとかね、今思えばみたいなやつは。本当にね、当時は怖かったっていうのね。本当に怖かったです。黒い、なんか多分俺もあると思うけどね。まあまあ、いつか機会があったらまたこの話したいと思う。急に振っちゃったんで、ね、ええ、どんなもんだよ。またよろしくお願いなんてよそよそしいんやろ。はい、というわけでです、はい、まあ曲の方、はい、いつも通りですけども、はい、リチャードローの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。はいはい。今日お届けいたします楽曲は Wonderful World。 ザ・ワンダフルワールド。ザです。PHE 忘れてますよ。ね、あの歌ってる時ではザ入ってないんですけど、はい、一応歌詞には入ってある。タイトルもだからザ・ワンダフルワールド。あの一時ね、あの何年ぐらい前、もう3、4年ぐらい前、3、4年ぐらいですね、ずっとライブでやってた、はい、あの締めの曲だったんですね。いつもこの曲をやってライブ終わるっていうやつで、はいはい、まあここのところは長い間ね、もう演奏ちょっとしてないですけども、はい、すごくまあ大事にしてた曲だったので、はい、まあ聴いていただいて、あれなるほどリチャードっぽいなっていうふうに思ってもらえたなら、はい、嬉しいなと思いますね。はい、はい、そんなこんなでお届けいたしました約30分ですけども、はい、いかがだったでしょうか。まだね、来月も、こんな調子で、うん、どんな話をしようかなと思いますけども、なんかお話ししていきたいと思いますので、はい、11回、12回、13回でこう続けていきたいと思いますので、はい、これからもよろしくお願いいたします。では、お届けいたしましたのはリチャードローのギター担当の安井と、ボーカルの篠山でした。ではまた次回お目にかかりたいと思います。バイバイ。